よし、じゃあ続きやっていきましょう。つっても夜はな、あんまり動けることがないからな、どうしようかな。一回回復した方がいい感もあるんですけど、まああれかな、小野さんだけ助けて、あとレベル上げとかしとこうかな。多分病院入るとやばいっすよね。まあなんで先にゴリラのイベント発生させる。ゴリラのイベントを発生させるために一回公園来ときます。あとは橋とかも一回目のフラグだけ全部踏んじゃおうかな。復帰イベントは夜でも起こるんだっけ？結構ね、本当にね、考えることがいっぱい。下手したら仲間が旗人間になっちゃうから、下手打てないんすよ。で、夜の方が旗人間になる率がみんな高いんで。夜が結構怖いんですよね。OK、SP 回復ナイス。ルリカが体力やばいけど、まあまあ回復薬作ったから平気でしょう。でここで、パレストタウンには2つの公園があるんだけど、こっちの公園は広々としていて噴水があるんだよな。ここなら旗人間がやってきてもすぐに逃げられるから、クラスの誰かがいるかもしれないでやんす。よし、探してみよう。あ、30分経過しちゃった。あ、夜になっちゃった。夜だとこれゴリラ助けらんねえ。どうしようかな。どうしようかな。夜に来てもしょうがねえからな。一回中入ってなんかないか見てみっか。今しょうがないんで、ぐるっと一周回って、一周回ったらスキップしちゃいましょうか。これで、まずは、ここ。はい、倉庫。エリ、どうした？どうした？あ、おい！ゆきくん、ダメでやんすよ。女の子いじめちゃ。いや、俺は何もしてないって。話しかけようとしただけだよ。まあ、白木さんはうちのクラスには珍しい草食動物タイプでやんすからね。草食動物？他の女子を思い出してみるでやんす。肉食タイプばっかりでやんしょ？間違いない。いや、ルリカはまともだよ。ほほう、じゃあそれ以外の女子は猛獣だと認めたということでやんすね。あ、猛獣でやんす。うお、 HP ごっそり持ってくな、お前、リッコちゃん。あ、ちょっと待って、な、エリちょっと間違えた、また出ちゃった。逃げ道を探してたな。エリのお父さんとお母さんはどうなってるんだ？わかんない。え？だってさ、家に帰ろうとしたら旗人間に押されてたんだもん。じゃあ無事かどうか確かめないと。いや、え？だってさ、お父さんとお母さん旗人間になってて私の頭に旗立てに来たら、そんなの想像するのも嫌だよ。でもひょっとしたら助かってるかもしれないし。やだやだやだ、わからない方がいいんだもん。あ、しょうがないか。まあまあまあ、気持ちはわからんでもないよね。オッケー、エリ回復ありがとうよ。倉庫入って、たぶんここなんだよ。いや、違った？ここじゃなかった？小野さんって。え、ここよね。違ったっけ？一回も夜で時間あるし、倉庫探索してみるか。これで、小野さん。あ、来た！入ってきたのは誰？あ、まだ無事な人がいる。確か学校の給食調理員の、そうだ、小野さんだ。え？あら、あなたたち、旗が立ってないのね。へえ、大変だったんですね。でも安心しました。ようやくまともな大人を見つけることができて。え？唐沢教授って人がいるんでしょ？あんな怪しい親父は信用できないでやんす。その点、小野さんなら落ち着きがあって、大人の魅力もたっぷりでやんす。大人の魅力は関係ないでしょ？それに、困りましたね。何がです？だって私はお料理作るぐらいしかできないから。水鉄砲だって上手に扱えるかどうか。だって人様に向けて撃つだなんて、ちょっと私には無理かしら。はあ、見た以上にのほんほんとした人だな。そうね、その唐沢って人がおかしなことをしようとしたら止めるぐらいならできるかも。まあ、それで十分です。じゃあよろしくお願いしますね。こちらこそ。ところで、旗人間に襲われたりはしなかったんですか？もちろん追いかけられたけど、そうですね。ちょっと腕を前に出してもらえますか？こうですか？えい！あ、合気道ですか？ええ、護身術として。でもこれ、相手が攻撃してこないと技がないんですよ。なるほど。投げられないように注意しよう。これはね、小野さんに投げられ、まあでもそれがいいみたいな説はありますけどね、正直ね。はい、じゃあ、オートセントしていきますよ。いや、でもね、警察官意外と強いんだよな。拳銃、もう一般市民に拳銃っていいのか、お前ら。ダメだろ。一般市民には撃つなよ。これで、はい、ボロ切れ。でも、小野さんは確保したので、ここもいいでしょう。あとは、じゃあ、モールも行っておこうか。あ、びっくりマークにちょっと踏んどくか。よしよし、ちゃんと見、あ、知っとるわ。知っとるわ。もう、だいぶ前に知っとるわ。パライスタウンにある買い物に便利な施設だな。1階は食べ物、2階には道具がありそうでやんすね。旗人間も多いからここは気をつけていこう。ほーい、でも1回出まーす。もう1回入りまーす。よ、あれ？ここ。あ、違う、エリのイベントじゃん。違う。青のたちのイベントが見たいの。元気がないな。ジュースでも飲むか？うん、ありがとう。仲間イベント、これ下画面消しとくか。どうしたんだ？ねえ、今日は夏休みなんだよね。まあ、そうだな。こんな夏休みってないよ。楽しみにしてたのに。ぐす。あ、泣くな。おい、元気出せよ。こんなことなら、水着なんて、あ、水着買ったんですね。エッチなやつですか、もしかして。
ああ、学校帰りに店に寄っていくとか言ってたよな。でもそのおかげで助かったんだろ。助からなきゃよかった。それならこんな怖い思いをしなくて済んだのに。俺がついてる。え？ああ、俺じゃ説得力なかったか。なんでさ、なんでさ、マジで？じゃあ他のところ、ちょっとフッキー？フッキー出てきて。敵だ、来るぞ。違う。違うんだ。フッキーに出てきてほしいんだ。クリアまで残念。でも夜本当にやることない、マジで。改めて思ったけど、初日の夜ってやることびっくりするぐらいない。これで、はい、ここ。この橋はパラディスタウンと本土をつなぐ唯一の道だ。旗人間が大勢見張ってるな。ここはさすがに突破できないでやんす。そうだな。まあでも、もう一回入ってみようかな。うわぁ、ルリちゃん、痛いよ、怪我しちゃったよ。エリ、そんなに泣かないで。すぐに手当てしますからね。ルリカがエリの手当てをしました。助かる。でも欲しいイベントは来ない。じゃ、こっち側。何かそこにいるでやんす。いや、ここ、フッキーのイベント来よ。ここが、シラセが仲間になるイベントが結構来たりするんですよね。フッキーだけ回収してから戻るか。それでいいかもな。ルリカ回復ありがとう。自分の回復もしなきゃダメだよ。エリちゃんばっかじゃなくて。面倒見たいのはわかるけど、あなた面倒見いいから。やっつけたでやんす。ここで病院、パラディスタウンにある公立の大型病院だな。戦って怪我することが多いから、ここで薬を探しておいた方がいいかもしれないでやんすね。よし、探検してみよう。っていうか、やる気がかなり下がってんな。なんか、やる気薬とかあったら回収したいな、ここあるかな。やる気はね、高ければ高いだけやっぱ思ったサクセスと同様でいいんで、ちょっとこの辺でやる気薬を回収できると非常に助かるんだけど、来ないかな。いや、来ないかな、こういう時にね。はい、ここで敵を倒していく。でも、あと仲間まだ結構、まあ、大人組はいいとしても、子供組はな、越後行けんのか？意外と初日に越後のフラグ立てられなかったのはきつい説あるぞ。大丈夫かな？これでオート戦闘、はい、倒していく。オッケー。ここはなんもない。2階だっけ？なんか石田くんとゆいちゃんもいますよね。確かここ。この辺、つつみくんもいたっけ？え？石田くんは違うか？ここ、つつみくんか？ここ。あれ？この辺になんかびっくりマークあったような記憶があるんだけど。意外と覚えてないもんだな。大丈夫かな？じゃあここで小さい花見つけた。こっちの部屋は？こっちの部屋には何があるの？あ、こっちお部屋じゃねえのかよ。扉や。開けさせろよ。これ、ボロキレもゲット。こっちは？もう、戦いたくないのに。子供たちよ。ここは遊び場ではないぞよ。子供たち。お外で遊びなさい、君たちは。ダメでしょ、こんなとこで遊んでちゃ。これ、倒していく。オッケー。大人たちよ。あなたたちは仕事をしなさい。子供たちは遊んでるのままでしょうがないけど、あなたたちはお仕事したな。何をやってるのね、君たち。いや、困りますわ、この街の人たちね、本当に。はい、クリアワルザー。そろそろ倒れてくんないと、こっちが困る。SP やばいんだから、こっち。もう基本みんな SP 死にかけなんだから。回復一切してねえから。こいつは寝ないでずっと動いてんだからね。そこのとこ考えてくれないと困るよ、さすがに。あ、でもレベルはかなり上がってきたね。これで回収。あー、仲間来てくんねえかな。あ、この辺も開くんですね。あ、こんなとこだ。なんかトレーニング施設みたいなところで仲間いたな、そういや。子供たち、ここで遊んでんのはいいんじゃない？一応ね、ここはトレーニング施設っぽいから遊ぶのもまあまあまあ、ここならありじゃないかな。この子供たちはね、ちゃんとわきまえてる場所。いい子たち。ここいい子たち。これで、ここ？うわ、敵の待ち伏せ。あー、違うやん。敵やんけ。ちょっと待って、結構確率があるよ。旗人間編。結構確率のオンパレードだよ、これ。いけんのか、スムーズに。全員助けられんのか。一回生放送やった時は全員助けられたんですけど、あれは割とね、コメントの力も借りてたんで、今回コメントないんすよ。一人なんすよ。やっぱりね、一人って大変なんでね、ちょっとコメントをくれる人たちがいればよかったんですけど。オッケー、回復。倒せ。オッケー。やっつけたでやんすよ。よし、進むぞ。よし。じゃあ3階も見てみるか。3階も行ったよな。こっちの階段は？上に行ける。あ、行けるね。
上の階段って意外と使わないですよね。だいたい行くとき横の階段使ってる気がする。もう敵が多いけどレベルは上がるから助かる。母さん、よかった、まだ頭に旗は立ってない。母さん目を覚まして。ユキ、どうしよう、母さんが目を覚まさないの。ルリカ、落ち着くんだ。そうですね、こういう時こそ落ち着かないとダメですね。呼吸はしてますし大丈夫だとは思うんですけど。よし、ここは危ないし、とりあえずみんなで基地に運ぼう。あそこに担架があるでやんす。これで準備はできた。さあ急いで基地に戻ろう。オッケー、ルリカのお母様は救出した。お母様は救出してもしなくても正直どっちでもいいみたいなところはあるんですけど、やっぱり救出した方がね、まあ義理のお母様になることですからね。ここは優しくしておきましょう。先生とんなよ、 SP やべえんだってマジで。ルリカちゃんいてくれて助かってるよ、ほんと。回復薬使ってくれるから。いなかったらマジやばいな。これで、はい、そろそろ SP 回復できるようになるから。敵の攻撃が多い、倒しちゃえ、せめて1体倒しちゃえ先に。オッケーオッケー、1体倒した。で SP 回復、ナイス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 。で倒す、はい倒す、次でいける。リコちゃんいけるよ。あー、若干生き残られた。オッケー、ルリカナイス、とどめ。意外と砲撃力がルリカ一番高いかもしれない、うちのメンバーの中で。クリアワルザー、あ、食料も見つけた。これは助かる。やる気もできればゲージ上げたいんだけどな。それにしても病院って気味が悪いよな。そうでやんすね。ブー、もう出た、もう気持ち悪いオタクみたいに出てきた。違う、自由に戦いにはオートセントでいこう。ここは誰だあのオタク、誰だ、タニシだけでいいんだよ、パワポケのオタクはよ。はい、これでクリアワルザー、よし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 。はい、クリアワルザー、オッケー。なんだ、旗人間か、脅かすなよな。かつ、何か踏んだぞ。お、鍵だ。お、鍵ゲット。モールの冷凍庫の鍵。オッケーオッケー。モールの冷凍庫って確か石田がいたんだっけ。石田純一さんあたりいた気がするんで。あ、回復スプレー。これは助かる。石田もじゃあ回収いけるな。モール先行くか。モール行って、助けて。あ、でもそうしたら、もうその間に朝になっちゃいそうだから、基地戻んなくていいや。こいつら寝なくていいや。マジ、ブラック企業ばりの働かされ方してるけどね。いや、SP ゲージだけ怖いけどな。一回寝るか。どうしよう。一回寝て、石田助けに行くでもいいな。ちょっともうでも2時だからな。おや、何か落ちてるぞ。ちげえんだな。一応ね、食料を、これ普段使うと、これ持ち帰るのがメインなんですけど、例えば普段ね、これリコ、もう勇気でいいから、勇気に使うと SP 若干回復するんですよね。これで回復させるっていう手もあるんですけど、まあ、食料は今別になんか余裕があるわけでもないので、あんまりこの使い方はしない方がいいんですけどね。いや、これで、ていうか仲間が全然来ねえ。なんで？なんで？ここ仲間いるよね。いや、いるんすよ。いることは覚えてんだよ。仲間？びっくりマーク？ないな。あ、やばいやばい、敵来てる。じゃあいいや、一回出て、もう一回、これ来てみるか。ちょっとさすがに、誰も助けらんないは困るんで。一回出て、あ、復帰いる？では敵かよ。復帰来てくれよ。敵じゃねえんだよ、今求めてんのは。割と運ゲーだな、マジで。クリアワルザー。よし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 。やっちゃえ、やっちゃえ。倒しちゃえ。みんな行け、頑張れ。いいよ、いい休憩だよ。リコちゃんとルリカ、髪色派手だね、エリちゃんに比べると。エリちゃん割と普通なんだけど、ここ二人派手だな、改めて見ると。じゃ、これでもう一回病院入って、二階と三階なんだよな、多分。ちょっと直で行っちゃおう。来たー！あ！いてててお前、散々探してぶん殴んじゃねえよ。いや、痛いじゃないか。ごめんごめん。急所外しちゃった。次はよーく狙って。うわぁ、これ俺旗立ってないぞ。いやー、私もそそかしいね。ははは。とにかく無事でよかった。ところでどうして病院に？学校から家に帰るとね、お父さんが旗を片手に忍び寄ってきたから、急所を思いっきり蹴り上げたの。そしたら口から泡を吹いてピクピクしてたから慌てて病院に来てみたら、もう大変。キックは連発するもんじゃないわね。大変だったのは旗人間の方だったんじゃないかな。かわいそう。男の急所を蹴り上げるってね、それね、マジで地獄だからやめた方がいいよ。来たー、よかったー。おや、罪、し、ふむ、お互いにどこにも旗の類は刺さってないみたいですね。あれって頭だけじゃないのか？僕が旗を作ったものなら例外を作っておきますね。無事な連中を罠にはめるために。
そこまでは考えてなかったな。そして、唐沢教授、あまり聞いたことのない名前ですが、信用できますかね？信用できないけど今は仕方ないよ。はっきり言うな。わかりました。基地に行って話してみましょう。そのうち僕も連れ出してください。何か役に立てることがあるかもしれない。オッケー、とりあえずこれで病院関係の仲間は全員返してきてよかった。なんか来るとき一気に仲間くんだよね。でも朝になっちゃうよ。5時だよ。もう寝なくていいや今日。寝るの明日でいいね。バリバリうちブラック企業だからね。そうしたら午前になるのであれば、ここからまた本格的に動けるようになるので、どうしようかな。復帰とか、その前にまずゴリラ行くか。でも南だからな、今の位置的には復帰が一番早いんだけどな。来ないか？いやー、まあ回復薬さっきやる気薬くれたし、何かと便利なポジションではあるけど、橋に着いたぞ。なんか、猫かよ。ちげえよ、猫じゃねえよ。猫じゃねえんだよ。はい、昼になりましたよ、と。おい、何か、ちげえな。でも水風船はね、なんだかんだアンリマユとして使えるんで、まあ助かるでしょう。ここで？なんか怖いな。ん？なんか変なのがいる。え？うわ、化け物じゃんす。化け物？あ、これ勝手に逃げんな。おい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 、いきなり何をやらかしてるんだ、あいつは。マジで言ってる？え、マジで言ってる？これ、勝てんの？あ、でも、思ってるよりダメージは少ないか。あのルックスに対して、このダメージなら、いや、十分怖えけど、いや、十分怖えけど、だいぶ痛えけど、いや、ルリカいなかったら多分もう死んでるけど、いける。次のターンで多分勝てる。オッケー。いや、いらんことしてくれるわ。ヘリは？多分基地までに、いや、基地まで逃げ帰ったの、あいつ。マジで言ってる。もう、めんどくさいことするわ。ちょっと、それならな、スタメン回収してからがいいから、この辺うろつきたいんだよな。あ、来た！委員長。委員長じゃないか。無事だったんだな。ちょうどいいところであったわ。ねえ、どうしてこの橋が通行止めなの？え？なんだか新聞も全然来ないし、変だとは思ってたんだけど。テレビとか見てないの？テレビ？家にないわよ、そんなの。でもラジオぐらいは買っとくべきね。家族は？いつものようにお父さんは出張中、お母さんは仕事で外国、だから家にいて宿題やってたの。そしたらパソコンが壊れてて、業者に電話したけど繋がらないの。まったくどうなってるのかしら。どうやらちっとも異変に気づいてないみたいでやんすね。ハト人間に会わなかったのかな？ハタ？ああ、ここに来るまでに見たよ。最近はよくわからないものが入るのね。あ、あそこの人に聞いてみようっと。え、あれはハト人間だぞ。ダメだ、やめとけ。あ、メガネが可愛い。やっぱあなたメガネない方が可愛いよ。割れちゃった。ごめん。大変だ。それじゃ見えないよね。私目はいいのよ。このメガネ、度は入ってないから。え？度が入ってない？こんなに分厚いのに？うん、そう見えるよね。でもほら、真ん中が平らになってて、レンズじゃなくて普通に見えるの。どうしてこんなものかけてるんだ？伊達メガネに決まってるじゃない。頭が良さそうに見えるし、こっちの視線もごまかせるし、相手に睨まれても平気だし、ほら、私って気が弱いから。最後のは嘘だろ。は？宇宙人の侵略？あんた頭おかしいんじゃないの？言われると思ったよ。とりあえずさっき言ったように、基地に来てくれないか？そこで、唐沢って人の話を聞いてくれ。これがいたずらだったら許さないから。貴重な勉強の時間が無駄になって、高校の入試に失敗でもしたら全くどうしてくれるのよ。俺が面倒見てやるよ。残念だけど、いたずらじゃない。ふん。考えてみたら、いたずらの方がマシね。それじゃあ、その場所で待ってるから。何か私にできることがあったら連れて行ってね。オッケー、院長はスタメンとして加えましょう。じゃあ、院長行きたいけど、病院先行っておくか。オッケー、昼だから動けることが増えたから助かる。よし、これで奴らが来てもなんとかなるな。本当にこれで大丈夫なのか？大丈夫だ、問題ない。青野、早く行こうぜ。試し打ち。わざわざそんな危険なことしなくてもいいんじゃないか？何言ってんだ、危なくなってから試したって遅いだろ。とりあえず本当に効果があるのか試しておこうぜ。まったくしょうがないな。青野、置いていくぞ。あー、待ってくれ。ボールについたぞ。オッケー、これで青野さんのイベント起こしたけど、さっき冷凍庫の鍵拾ったんで、で、いや、ここトイレだな。ちょっと待って、こっちもトイレだっけ？あ、トイレだな。あー、ちょっと待って、開始、食料、はい、食料、オッケー。あ、石田だ。もう、勇気とメガネだ。そして、なんだって？ずっとここに隠れてた？うん、ここだと食べ物に困らないし、寒くなかったのか？いや、それよりここにいたら、そのうち旗人間に見つかってひどい目に遭わされるぞ。やっぱり、さっき言った基地に行ってろ。食べ物も集めてあるからさ。うん、わかった。じゃあ、おやつ持っていくよ。オッケー、食料だいぶ増えた。これは助かる。で、ここを抜けて、およしよしよし、うまいこと逃げれたよ。気が欲しいんだなぁ。めっちゃいるじゃん。はは、いっぱい来たぞ。いや、一人バルいたじゃん。青野、まったく。どうして考えなしに動くんだ。いや、あんなに来るとは思わなくてさ。あ、青野、病院。とりあえず逃げ込もうぜ。おい、待てよ、キリュウ。たく仕方ないな。
いいコンビだぜ。いや、めっちゃついてくな。青野とカナだよな。すごい数の旗人間を突き連れてたでやんす。病院に入ってたな。行くでやんすか？どうしよっかな。やだな。行きたくないな。しょうがねえな。青野とカナが入ってたんだよな。旗人間もたくさん入っていたでやんす。そうだな。急がないと手遅れになるかもしれない。助けてやるか。ルリカは回復専念できるように。もう限界だ、キリュウ。はは。これはまずいね。青野、カナ、助けに来たぞ。ユキ！俺が相手だ、旗人間。いや、ヒーローはね、ちょっと遅れてやってくるんですよ。じゃ、ここで戦っていきましょう。やばそうだったら、これ手動の戦闘に切り替えて、やっつけちゃいます。これで、さあ、いけるかな。あ、でも敵はまだそんな強くないね。後半に行けば行くほど強くなる印象あるんだよな。まだいるぞ。さあ、いける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 。ここ3人も。まあ、水風船節約できるのであれば本当に助かる。あれはね、割と本当に強い技。旗人間に対して絶大な効果を誇るんで、できれば取っておきたい。しかも全体攻撃だからね。はい、クリアバルザ、クリアバルザ。オッケー、2体目撃破。負けるか！おじいちゃんたち。おじいちゃん、引導渡してやんよ、おじいちゃん。いける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 。オッケーオッケーオッケー。助かる助かる助かる。あ、なんかね、同じ言葉を2回言うと話聞いてないって言いますよね。分かった分かったとか。僕3回言ってるからセーフってことで。助かったよ。中に入ればなんとかなると思ったのに、やつらどこにでもいるんだな。病院中奴らだらけでびっくりしたよ。俺はキリオの無謀な行動にもびっくりしたかな。ははあれ？青野怪我してるじゃないか。ああ、奴らと組合になったからな。勇気たちがもう少し遅れていたらダメだったかもな。間に合ってよかったでやんす。さて、これからどうしようか。とりあえずオイラたちの基地に戻るのがいいと思うでやんす。そうだな。青野の怪我のこともあるし、そうしようか。基地、そんなものがあるのか。うん。あ、せっかく病院なんだ。薬は忘れずに持って帰らないとな。うむ。じゃあ私はもう少し奴らのことを調べてみようかな。え？じゃあそういうことで、またな。あ、カナ、せめて一応基地に。行ってしまったでやんす。仕方ない。怪我人優先だ。カナのことは基地に戻ってから改めて考えよう。まあ、まあ、まあ。ここで一気に仲間に加えられたら楽なんだけどな。ここで公園に来たでやんすが、何もなさそうでやんすね。もう少し探してみたら何か見つかるかもしれないでやんすが、さっきから何を見ているでやんす。多分だけど、やれやれなやつがここに来たような気がするんだ。やれやれなやつ存じ上げておりますね。あ、やれやなやつ。あ、あいつここにいたんでやんすか？多分だよ。でもどうしてでやんすか？だってあそこの地面にでかく、え、ち、こって書いてあるんだもん。アホですね。完全にアホですね。あ、本当でやんす。あいつこの状況で何がしたいんでやんすか？自分が大丈夫だということを伝えているでやんすか？あいつがそんなこと考えつくわけないだろ。えちごに失礼だよ、メガネ。事実でやんすけど、なんとなくひどいでやんす。とにかく今はいないみたいだけど、この辺りにそうだね。また明日にでも来てみよう。そうでやんすね。しかしあいつこの状況分かってんのかな。分かってなくても不思議じゃないのが越後でやんす。そうだね。オッケー。そしたらこれで一旦は大丈夫だから一回基地戻って。青野さん、あれ、あー、まあめまいはしょうがない。だってずっと寝てねえんだもん。一日以上寝てねえもんこいつら。ルリカ、お母さんの様子はどう？呼びかけてもやっぱり反応してくれないんです。そうなのか。ふむ。命に別状はないようじゃが、何らかの原因で昏睡状態に陥っているようじゃな。もしかしたらそのおかげで旗人間になるのを免れていたのかもしれん。教授、わかるんですか？わしを誰だと思っておる。医学は専門外じゃが、天才のわしに不可能などない。それじゃあ、治す方法も。当然じゃ。シャー操縦、青石を4、金色の粘液を7を持ってくれば、わしがすぐに治る薬を作ってやる。本当かよ。え、そのものでどうして薬ができるんですか？なんじゃ、天才のわしの言うことが信用できんのか。いや、そんなことはないっすよ。今までだって不思議なものを作ってくれてるし。ええ、私も信じます。ユキ、一緒に集めてくれますか？うん、もちろんだよ。少しでも早く目覚めさせてあげようよ。で、ここはいいでしょう。で、青野さん仲間に加わっ、あれ、青野さんいなくね。ああ、そうだわ。傷の方はどう？ありがとう。もう大丈夫だ。キリを探しに行くなら俺も連れて行ってくれよ。わかった。オッケー。これで青野さん仲間になったんで、じゃあちょっと青野さん仲間に入れてもう一回装備品だけ変えてきます。